ル以上に YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。僕たちは超特急です。新曲 Dear My Goodbye をリリースする8月8日までの6週連続カウントダウン企画として、メンバー一人一人が8号車の皆さんからもらった質問に答えていきます。今週の回答者は、ようこそ、たけです。一問一答張り切っていきましょう。スタート。お張り切ってんな。どういうタイプの書き、は数字のよう、え、書けばいいんですか。見せながら、見せながら4ってあんまちゃんとね、こうじゃない。正解な。正解です。こういう質問なんで、この質問大人しの当時の自分ってことか。ダンスもっと基礎からやれ。すごい。今夢中にしたいことは何ですか。夢中になってることですか。ゲームじゃないですかね。結構演じてみたい役はあります。いいよ。一切喋らない役。顔と目だけで、目だけで表現する。めちゃめちゃむずいよ。美容ケアで一番気をつけていることは何ですか。まあでもお風呂上がりが一番乾燥しやすいので、すぐこうスキンケアをすることですかね。ビューティータイムだ。はい。8月8日に着たいコーディネートを教えてください。着たいコーディネート。8月8日暑いよ。でも暑いね。もう夏やね。もう今決めちゃおう、決めちゃおう。もうそう、それを予告しよう。ちゃんと思い上げて。全身ピンクのワンピース。ワンピース言ったな。おっ言ったな。やっちゃったな。この夏のおすすめのファッションアイテムを教えてください。夏はもう T シャツでいいです。男も女もみんな T シャツ。ワンピースって言ったやつある。仕事で落ち込んだ時の気持ちの立て直し方を教えてください。たくさん寝る。ご飯食べる。どっち。どっちもだよ。8年前と大きく変わったことは。8年間で大きく変わったこと。たかしの成長。はい。なんだ。おいおい、質問じゃねえじゃねえかよ。カメラに向かっていない。いない。一番恥ずかしいんだけどこれ。いないナンバー。はい。一問一答、まあまずこう僕に質問をこう送っていただいた皆さん、ありがとうございました。まあ最後のはちょっとびっくりしてましたけども、まあでもこうね。一問一答っていうこういう企画コーナー的な突発性のあるものすごく好きだったので楽しかったです。はい。今後の意気込みということで、そうですね、まだね大変な世の中の中ですけども、一刻も早く今までの生活に戻れるようにみんなでこう手を取って、まあ実際には手を繋がない方がいいんですけども、まあ手を取り合って協力して、こう明るい未来を八号車の皆さんと築けていけたらなと思っております。はい。次週は五号車の結城が一問一答動画公開されます。お楽しみに。俺やで、ね。